怪獣物語巻物をヨーダダオババに渡しに行くところでございます。行きましょう。あ、回復はね、前回の動画からさせました。で、今回復魔法使ったんですけど、ホスピ、今気づいたけど、ホスピ一番ね弱い回復魔法、まあ基本的な回復魔法ですけど、5を使ってましたね。魔力 MP ね、 MP5 を使って20前後30かな。まあホスピピスもだいぶあれでしたけどね、ホスピピスもだいぶあれでしたけど、8で40ぐらいでしたっけ。ホスピもなかなかですね。まあ確かにこれちょっとすぐ南にあるけど、すぐ南にあるけど、これ日よけ必要だな。今さ、これ行ってさ、多分10ぐらい減るんだよね、一歩で。行けるって思うじゃん。中も日よけの必要な可能性をちょっと考えられるんだよね、こういうタイプの。中もあんのかいって。ちょっと北から行きましょう。北に輸送機が落ちたって言ってたんで、そこから行こう。日よけ持ってれば多分ノーダメージで行けると思うんで。なんでさ、このヘルゴーストとシルバーナイトの組み合わせなんだろうね。どういう気持ちでシルバーナイトついてきたのかな、この二人。シルバーナイトの方がお亡くなりになってヘルゴースト、ゴーストになっちゃったけど、当時友達だったとかなのかな、戦友だったみたいな。まあそうなんだろうな。もう今こんなヘルゴーストの顔になっちゃったけど、なっちゃったけどってやつですよ。シルバーナイトのこのやられっぷり好きだわ。もう、ね、命である、ナイトの命である剣をね捨て去ってますからね。でも手離しても、でも映してるよっていう、手放したことを映す余裕はあるっていうね。輸送機が北にあるっつってやけど、どこら辺にあるん？ポヨンはまだ、おめえはまだ早い。ポヨンのね、MP がね、すんごい低いんだよね。どういうことって。あなたも魔法ですよねって、どっちかっていうと。ただね、ポヨンはね、あんまり強く言えないんですよ、私。毒消し持ってるから。おっつ、また新しい。ここはどこっすか。バナヤです。おー、バナヤ、どういう街？ゼゼペットじいさんを乗せたプカシップ、出たゼゼペットじいさん。南の海でクジラに飲まれてしまったそうです。あ、そうそう、だからさ、ローランの南にさ、サンゴ礁みたいなのが一つだけ馬置いてあったじゃん、ポツンって。あそこでクジラのヒゲを使うんじゃねえかってちょっとね思ったんですよね。あなた歩いてる道具屋なの。出た、サラッサラのサラサーティ、かぶれない身、武器。おー、マグマより高いな。おい、すごい動き。
ヤトマの町の南西にある暗礁で、おほらやっぱクジラの池使うのですって今俺言ったばっかり。そういうことですわ。やっぱりプカシップは4人乗りだ。おってことは、ちょっと待て待て待て、おい、今までの俺の冒険、俺の冒険、ボート2人旅でこうやるんだやっとかさ言ってた意味よ。めっちゃ、いやこっち先来る町じゃねえかこれ。お、サラサの実は死んだ人でも生き返るそうじゃ。すごいな。クジラを呼びにはクジラ、ここ先来るとこじゃねえか。でプカシップってのを手に入れれば海を4人で行動できるってことですよね。マジかよ。でも敵が強えんだよこれ。ここ来るのきついですよこれマジでマジで。ボートでさ2人旅してさ、まあでもこの2人旅のこの戦いでこの戦略でいけばいけるから、まあきつくないんですよねとかさ、ちょうどいいきつさに設定されてるんですねとかさ、いきって実況してましたけどね、全然違う。プカシップを先にでしたねこれ。あー、まあいっか、まあいっか。バブを守るため手厚くね、攻撃は全部俺が受け止めるって撤収。いやちょ待って、そこはちゃんとしよう、ちゃんと調子に乗っちゃいかん。よし、OK。ボートで2人で行くの斬新ですね、とか。まあ、それはそれで、いい思い出にはなるけど、確かにそういう部分もあるけど、ボートでね、行かなきゃいけない、っていう、部分もあるんだろうけど、プカシップだわ。おい、北に落ちてねえぞ。やんばい、完全やんばい。これやんばいですよこれ。まずこのリザード、もうリザードマン超えたデスリザードですよ。聞いたことないっすからね。デス、刀持ってるし、ムカデもムカデ、あの口ね、口が気持ち悪いわ。あんなんで人食いですから飲み込まれるんでしょうね。これどうす、ちょっと様子見で。いやでもこれしかないから、このこれしかないんや、お前にはこの戦い方しか知らん。1/4。まあまあまあですな。まあいけなくない。ゴルゴン級じゃなければいける。いやー、ゴルゴンより強そうだけどね。よし、ゴルゴンはテッシーの攻撃が10のところしかいかなくて、でしかも火ダメがテッシーで30ぐらい食らってたから、だから2段階ありますね。強いってイメージするので、まずこいつらが1段階、1ランク、ちょい上の、1ランク上の強敵。ゴルゴンはもう2段階上ですね。いやー強い。
日よけどこにあんのよこれ。やめて、もうやめて、やめて、取るのやめてって言いましたよね、そういう弁護士。まあ確かにあれは全然もらえないんだけど、何これ軽減値、本当かこれ。オーラシールドとかやってる暇がないというね。汚ってこの下の可能性あるな。ここぐらいまでは、もう出るの？もう出るのです。もう死んじゃいますか。まあいいっすわ。この戦略で、この戦略でいければ。絶対みんなこれですよね、プレイしたことある人。防御力、この防御コマンド、守りコマンドが素晴らしいから、絶対これでいくわ。4分の1で当たらなければ OK だからね。でしかも守りで階に閉じこもりっていう表現がまたいいよね。怪獣物語、怪と合わさってるから。よし、こちらの攻撃が入ればいける。よっしゃ、いけいけいけ一人になった、一人になった瞬間猛攻撃、かわいそすぎるだろ。最後あと2ターン生きられるかなってところで、こいつら全員攻撃してきやがったっていう。やってることマジ最低ですからね、これね。戦略としては。ここかな。怖い。めっちゃ怖い。全然なんもないんだけど。でも完全にここなんだよね、多分。あの岩に囲まれてるから。うわ、まあでも敵としては適切な強さだわ。ね、そうですよね。敵としてはこのぐらいじゃないとね。でも守り、結構ね、怪獣物語このゲーム来たって言われてもう結構ずれてるじゃん。来た、前回のクジラのヒゲもそうですけど、少し東に行った、いや少し行ったら大陸にぶつかりましたけどっていうね、そういう感じ。まあ小さい島って言ってくれてたから分かったようなもんですけどね。オーラーウィー。これ全員攻撃するとこっちの先手が早まるとかあるのかな。今のところ2分の1でこっちが先に攻撃してますよね。最後でもこっち行くと東すぎるんだよな。だからここら辺にあると思うんだけど全然見当たんない。怖い怖い怖い。これ歩くのがマジで怖いんすよ。エンカウントが怖い。まあここのエリアはこいつらっておそらく
確定はしてるんですけど、なんかね、ゴルゴンの記憶がまだ体にね染みついてる。体がまだ覚えてるんですよね、あん時の恐怖が。あんまり下行くと怖えぞっていう。それ忘れた頃に調子に乗り出したら出てきて、さらに恐怖が増したりするんですよ。まあ調子に乗っちゃいけんよっていう教訓ですかね。これよく最後の一匹でもう楽勝って時にさ、最初のコマンドで逃げるとかやっちゃって、全体コマンドでね、この全体コマンド方式、最初のやつで、あっ、あっってなるよね。せっかく苦労してさ戦ったのに。出た、ワーウルフ、ゴロピカドン。ちょっとゴロピカドンが怖えんだけど、ワーウルフはいけんじゃねえかなって正直さ思ってます。ゴロピカドンが怖えな。28、ダムダム、怖い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 、魔法じゃない、うわ、スコール、怖い怖い、めっちゃ怖い。知らない攻撃してくる。知らない攻撃ほど怖いもんないっすからね、これ。だーだー、うわ、こいつゴロピカドン優秀だ。やばいやばいやばい。くっ、やるなやるなくそー、あの攻撃力見たら外せねえな。じゃあゴロピカドン重機、ちょ待って、一旦ここは、一旦ここちょっと、いや、マジで、あの、皆さん、これはマジで、テシ死んだら終わりなんで、テシ死んだら終わりなんで、ゴロピカドンの攻撃がテシに集中したら、次のターン終わるから、このターンはいいとしても、うわ、こいつ、死にかけのくせに9のダメージ与えてきやがった。これはでも、バブでいいんですよ。こうでいいんで。よし。おいー。これはまあまあ少し余裕があるから。おいっす。スイスイスイス、ワーウルフ、ワーウルフやってやりやしたぜ。自分で自分の仇を取る。うーお、2発でいけるってことはラストはこう。おっしゃ、少し硬いね、少し硬い。ただ HP がそこまで高くない、割れちゃってるから。破いちゃ、おい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 、破いちゃってっから。これもう一発で倒せんだったらもうこれはこうで、あれ破けちゃったらもう音がね、もう叩けないし、音がで、そんなにもらえないっていうね、お約束。なるほど、なるほどですよ。ポヨンは35、43。いや、もう HP がさ、VP か低いから合ってないようなもんなんですよ。テッシーの HP が重要、 VP か。全然なくない？輸送機ないんだけど、なかったんだけど。え、ここな、お、なんなんここ。
ロピカドンか。まあまあまあ行こう。テッシーの攻撃が2発で倒せるって分かってるならまあいっかっていう。まあ言ってしまえばこやつらはオクトパスですよ。オクトパスの3体バージョン。あーいけないか。あいけない。よし、60ぐらい与えれば倒せると。うわー怖い怖い怖い。わからない。スコールは多分アイサーの上位互換ですよね。ゴロピカドン、そうか、天候ってことね。天気の攻撃ってことね。ほら20だって。うわこれやばいっしょ。だからこうして攻撃でホスピピステッシークピクピに当たらないことを祈るのみ。よしよしよし、先動けましたね。よかったよかった。え、あれ、え、なんで動かんの、クピクピ。え、どういうこと。え、ちょ待って、対象がいなくなると行動しなくなるの。え、それ良くないよ。あなた仕事終わってないよ、あなたの。え、戦闘中使えないとかなの。わ、使うよな。え、どういうこと。目の前の敵がいなくなったら使わないのこれ。意味わからんぞ。意味はちょっとわかる、ちょっとわかる。そこの対数コマンドが全部なくなるっていう、多分システム上のなんかあるかもしれないね。システムでそうなっちゃってるのかもしれない。それはちょっとわかるけど。ちょっとわかるけど。それやめてよ。それやめてよ、さすがに。あ、ここは、ここがここか。はい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 。来た来た来た。来たわ。あの、パタンタから、ユングでしたっけ。ユングじゃないな。ユングは違うやつ。スング、ズングみたいな。やつ。のところから一気に来れると。ここがそうだとしてよ。あ、でもあの時さ、じゃ動き回らなくて正解でしたね。動き回ってたら、あ、完全アウト。これは確実にゴルゴン級ですよ、これ。同じ体の質してるもん。ゴルゴンと同じ体の質してるから、これ。これは完全にやばいでしょう。ロックマン言っちゃってるから。ロックマンって、かの有名な。あ、ちょっと硬いわ。これ4ターンかかるんじゃないの ?4 ターンかかるよ、これ多分。ほら、ちょっと、ゴルゴン寄りだわ。ゴルゴンと同じクラスの敵だよ、これ。やばいやばいやばい。あ、3ターンでいけるわ。ギリ3ターンでいけたわ。なんかちょっとでも得したいっていうね。あぶね、あぶね。バブでいけるんじゃねえかなって。よし、力下がって15ですか。21食らいますから。この状態で食らったらたまったもんじゃないっすね。もうクピクピ36とかあるけど、食らったら終わるね、これ。食らっ
ったら終わるっていう非常に厳しい。いやゴルゴン、そうね、これ4人いるから倒せるんですよ。これここまだ来ちゃいけないよ。というかもう厳しいよこれ。ホスピピスももう結構使ったから、もう MP なくなるだろう。あと1回だけですね。これそうか、止まっ、1回止まるのもありっちゃありか。これ多分バブでさ、レビテッド使うじゃん。あ、町に戻るんだ。あ、町なんですね。あっちに行くかと思った。あの最後に入ったワープゾーン、あそこじゃねえんだ。あくまで町設定、安い町設定にされてるとこね。3000来ましたね。テッシーに買うか、鎧。さすがに。あれ、ここじゃなかったっけ。あ、ここ力の剣か。テッシー買うか。これ多分、テッシーだろ。マグマより、どうなんだろうね。マグマ。いい。いやー、他の人はまだいいや。防具からです。いや、力ですか。他力持ってるやついないんですけどね。いや、え、来たって言ってたけどね、どこに落ちたんだ、じゃあ。はい。そうしましたら、あくまでもここら辺なんだよ。ゴビ砂漠から北のところに輸送機が落ちたっていう話は。なので、そうですよね。わからんな。まあ、ここら辺ちょっと探索していきたいと思いますので、はい。ぜひ次回もお付き合いいただけますと嬉しいです。